しかしコヨミンが得意だったのは作り出した怪異が己自身を攻撃する怪異だったということだ。君は春休みからこっち、どこか心中に体中にズルをしているという自覚があった。キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードを同情心で助けてしまった。その報いを受けたかった。羽川翼と友情を築いた。だけど彼女の気持ちに応えられなかった自分にその資格があるのかずっと悩んでいた。戦場ヶ原ひたぎを長年の悩みから救った。その後彼女と付き合うことになったのをどうしても弱みにつけ込んだんじゃないかと考えてしまう。カンバル・スルガを尊敬する。あんなまっすぐな生き方ができないことがコンプレックスだ。戦国なでこを助けたけれど、あの時本当に助けたかったのは戦国なでこだけじゃなかった。推しの忍となし崩し的に和解してしまったけれど、それは許されることなんだろうか。そもそも不死身の力を自由に使いこなすって卑怯じゃないのか。報いがあるべきなんじゃないのか。僕は人として最低じゃないのか。そういった自身に対する批判精神が余すところなく発露した姿が推しの扇であり、ダークコヨミンとも言うべき彼女であり、だから彼女は暗闇のごとく一つ一つおいくら育ちの剣を叩き台にしてある意味地道に潰していった。推しのメメと亀縫い夜鶴、それに多分戦国なでこの剣を片付け終えた後の怪奇伝習もだな。安心したまえコヨミン、推しの鬼を退治すれば普通に発見できるだろうさ。彼女にはまだやり残していることがある。そう、荒々に月日、君の妹、不死身の怪異、シデノドリ。人間に擬態したまま生き延びている彼女を本当にこのままにしていていいのかという気持ちが君の中にないわけがない。だからここで私は君の妹をおとりに使う。うん、そうだ、証拠はない。今言ったことは全て推測に過ぎない。だけど分かっているはずだろう。君が誰より知っている推しの扇の正体を。だからこそ彼女の正体を暴くのは君でなければならないんだ。自分との戦いに勝利したまえ。簡単なことだろう。他人のために自分を殺す、君が毎日やっていることだ。君が最も憎む荒々に小読みだ。だから終わらせなさい。君の手で君が終わらせなさい。それが君の青春の終わりだ。